フリーランスと聞くと、カモンさんのうすら笑いが。カモンさん、そういえば昨日か一昨日会いましたね。ストックさんラウンジにちょっとフラッと寄って、その時にカモンさんがいたんでお話ししましたね。今度対談する予定にもなってます。ドラゴン細井さんとも対談の約束をさせていただいてまして、令和の虎メンバーとの交流はずっとしてますと。僕ね、なんてか知らないですけど、林社長とか桑田社長とか他の社長に嫌われてんじゃねえのってよく言われてるんですが、めちゃめちゃ仲良くしてますからね。これだけ言っときますよ。なんか相手が大人の対応してるんだみたいな、ちょっともう批判したい人はすごい批判したいみたいなんですけど、林社長とも今でも結構個人的に会ってますし、ついこの間も一緒に、あるところでご飯食べて、その二次会的にまた別の場所に移動して、秘書さんとか他の仲間たちと一緒に移動してご飯食べさせていただいて、すごいよくしてくれてます。本当に今ね、元気にされてはいますね。すごい落ち込んではいますよ、やっぱりいろんなことがありましたからね。でも正直ね、こんなこと言っちゃなんですけども、賭けポーカーを身内でしただけじゃないですか。別に誰かが不幸になったわけじゃないんですよ。そういう意味ではですね、ほとんど誰にも迷惑かけてないことでここまで批判されるんだっていうのが頭のいい人たちの意見です。僕の周りの頭のいい人たちとか経営者の人たちは、なんであそこまで批判されるんですかねって、なんで賭けポーカーぐらいでみたいなことを言ってる人がめちゃくちゃいます。どっちかっていうと、よく分からずにすごく生真面目な人たちがなんかすごい怒ってるみたいな、もしくはそもそも嫌いな人たち、批判したい人たちがすごい文句言ってるみたいな、そんな構図が出来上がっちゃってて、基本的にはね、応援してる人もすごく多いんで、林さんとかは復活するでしょうし、仲いいですよってことだけは言っときます。ずっと LINE もしてますしね、今日も桑田社長とも LINE してますし、はい、なんか信じてもらえないのが辛いんだよね。はい。